青田はそれ関係ねえから、それそ、れ女房じゃねえかよ、青田はよ。<laughs> 演歌は、あ、俺演歌とかは全然平気だよ。うん。どっちでもいけるから、俺。うん。だから、鬼滅の刃とか高いだろって気が。うん。そうそう。だから俺、前川清とかは好きよ。うん。 時には腹の優しさで包んでみたいと思うもんももももも時には愛の激しさで泣かせてみたいと思うももまた 君とゆこもあかん腹裂けそう本人じゃねえから兄弟分って言ったらそれは完全な演歌じゃねえから今だから歌謡曲っていうから毎回ぶっこんだんだからよああナムルじゃねえからあ,あ雑な終わりが 結構雑なんだよ、俺は。うん。だってさ、俺、歌枠やってるわけじゃない。じゃあ、中堀明がいいの何パセントかやんのおめえ。いいにしろよ、ほんとによ。違うだろ、ジャンルがよ。ジャドーンは別にあれば関係ねえから。うん。フォーク意外とね、フォークは難しいんだよ。うん。 俺の声だと。うん。ラーの上、ラーの上、とても好きさラーの上、へ連れてく行っておくれよ、わーわーわー。 意外といけぬね、うんだから歌枠じゃねえっつってワインネットは難しいあれね意外とワインネットの心難しいんだよむずいのうんもーっとあちょっと待ってあああああ ああああああもっと勝手に恋したりもっとキスを楽しんだり <laughs> ちょっと難しいなうん いやうとうてるってなっちゃう、うさ、ちょ、さ、触りな、触り。うん。井上陽水え、お前らはさ、お前らさ、もう完全、佐野は谷村でしょ。谷村新二はね、嫌いじゃないんだけど、うん。 問題、いや別に隣今いないから、うん、まだ来ないのちんたらくせえな何がいい小林は「燃える音をこの」ってデレゲと昔歌ってやったよ長渕もうんーん、あーああん アスファルトに刻む足を飛ぼう踏みしめるたびに「俺は荒れてあり続けたいそう願った」<laughs> 寄せ方とかいいからもうそういうの。寄せてるよ。 ヒロロジトとかいられえから。ああいいよ。怒られるやつだよ。怒られんだよ、だから。うん。やめろよ、お前ら。はおか、お前ら。はおっとよ。いや、上手くないんだって、俺は歌は。うん。ああ、幸せ。幸せに、 習よーってやつうん長渕のなうんいや伸びねえからでね い服屋は無理だからあのさそれさ俺はっきり言っていいそれさカラオケ大好きな配信者のとこに行って誰かに歌わせてマジで俺だってさカラオケ好きじゃねえんだもん だってさお前らよく知ってんじゃんもう全部飲み込み済みでい,いじってんじゃん「星空の下」歌えるわけねえだろうがよディスタンスとかよ,おめえよやめろよおめえ「燃え上がれ愛のディスタンス」 一応ね、ち,ょちょっとはねさえぎるようなああもうやめとこう、うんやめとこうやめとこう、うん、下手だから歌えてるよって誰で、ね、歌わねえんだって俺は俺基本的に あの、打たれんだよ、人前では。ジャスナックとか、ジャスナック行くと、銀座のわる物語とか、ババアに、絶対、あの、リク、かまされっから、うん。うん、それはね、もう、しゃあねえんだよ、もう。名残行き、いるかの でも、あれは男の人が歌う感じじゃないからな尾崎ダンスホールとかやめようもう、うんねえ加藤と聞こうああ この町にはうにあいなでしょじゃなかったワンオクロックいやー俺その辺はもう無理だよ俺には。 くれないわやめろっつうのもあれももう超疲れんだよおいなあ意外とうまいまあんーまあ平凡ではないけどうまくはないよ俺はうん小崎清彦はお前らほんとぶっ飛ばすからだほんとやめろなあやめろ糸とかいいからもううん や、れてはいないんだよ、これ。山崎正義。あのさ、サロンに何をまず求めてんのかが、お前らわかんない。ねえ。いや、北佐川ってお前そっち違うだろうよ、全然。ジャンル的に。ねえ。ああ、そっか、香水か。 俺、あれ歌ったことねえな。うん。うん。いや、その、縦横は、糸はね、ね、男性が、なんだろう、カバーしてんのも結構聞くけど、20。 ああ、なんか今人気あるみてえな。俺、全くわかんねえ。CM とかよく出るけどな。あ、なんであ、ロマン引こな。この胸の中もなも、曇らぬようにライラウェイ。だから俺、声変えるから、結構。 聞いててわかるんだろうなあ,あチャンマン結構声変えるねみたいなそうなんだよそこなんだよちょっと待って考えてみて 俺、歯がないのに、ちゃんと歌えてるんだぜ、ね。なあ。今の良かったな。この胸の中までも曇らぬようにライ away あ,あ、いいね。これ今度、カラオケで歌ってみよう。うん。こそっと一人で。うん。 悪くないよね。いや、こ、それとか言うね。別に練習して誰かに発表するわけじゃないから、自分で、なんか自己満だから。うん。これが本当の話か、話かじゃねえから、おそりゃ歯がねえじゃねえから、おい。バカ野郎。うん。何ですか、今の。今のコメコクラブだよ。うん。キーは合ってません。外してはいないと思うよ。うん。 チューブはまた難しいんだよ。どっちかって言ったらチューブは難しいんだよ。うん。好きなんだけどな、俺チューブはね。うん。ケイクラブとかしてうるせえよ、この野郎。君とならか、チューブの。うーん、いや、あれ難しいな。前田の声は難しいんだよ。 ああ <laughs> 夏休み <laughs> 夏休みじゃねえしなまあ俺年中休みだからなうん「コブクロ」うん「コブクロ」うん小袋の曲でも。 黒田さんの方のパートだったら、俺いけるかもしんないけど。うーん。あ、10年先のラブストーリーチューブの俺大好きだよ、それ。俺が今、だって、一番好きな曲はそれだから。リティに LINE したんですかしてないよ。うん。

てんてんてんてーんてーん。もう、なあ。いや、ガラスのメモリーじゃない。10年先のロブストーリーなんだよ。ああ。チューブはもう、俺の中では、あれ。言ーぐらいに。うるせえな、もう。 お前らバカなのかお前らさ、俺の放送さ多分さ、うまいこと妨害してるよな。完全に。完璧に妨害してるよね。ねえ、アホなのアホ、もう俺アホだと思ってるからね いや、ビーズは無理だろうよ。あの、子は太陽のとかじゃないんだからよ。